こんにちは、幸せキッチンのふみです。今日もよろしくお願いします。今日は豚肉と野菜の甘辛卵とじを紹介します。玉ねぎを2分の1個千切りしてください。次は人参を5センチほど皮を剥いた状態で千切りしてください。その次にピーマンは半分に切って種を取り、軽くギュッとなんか潰してから千切りしたら切りやすいです。あまり極細にしてしまうと野菜が溶けて形がなくなってしまいますので、まあまあの細切りというか千切りで OK だと思います。肉はバラ肉を使います。では炒めます。サラダ油を入れてフライパンを弱火から中火にかけます。その次に豚肉を入れて炒めます。今回豚肉は切らずに売ってるままの状態で炒めました。あんまりそんなに長さ 7、8センチだったので、お肉は炒めると縮んでしまいますので、ちょっと大胆にいってみようかなと思いました。でお肉の色がちょっとうっすらピンクになったら切った野菜を全部入れて炒めてください。そうしましたら次は蓋を閉めて1分ほど蒸します。次にラカントホワイトを大さじ3入れます。私はラカント使っていますけども、上白糖でも大丈夫です。お砂糖の量は同じ大さじ3で OK です。では焼酎を大さじ1入れます。その次は顆粒だし、そしてニンニクと生姜が入ります。醤油大さじ3入ります。あとはですね、調味料の汁気を絡めながら煮絡めていきますね。そんなに強火じゃなく弱火から中火の間ぐらいでグツ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 してください。で仕上げの卵に入ります。ここでは2個使いましたけど、お肉の量とか野菜の量に合わせて、人数分に合わせてその卵の量を増やしたり減らしたりしてください。で大体、蓋を閉めて1分から1分半ぐらい、半熟で食べるのもとても美味しいんですけど、今回はちょっとしっかりめに卵を固めてみました。これが完成した状態になります。じゃじゃーん。これはお皿に盛ってみたんですけど、ちょっと箸使いがとても下手くそですけど、一応持ち上げてみました。伝わるといいな。こちらはさっきの具材をですね、ご飯の上に乗せて食べる丼スタイルにしてみました。一緒に食べるとね、本当に美味しいんですよ。忙しい時でもすぐできるので、ぜひ作ってみてください。今日はありがとうございました。